ちは、大きいフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日はスモークツリーや、ギガンチューム、そしてアジサイなどを使って、大きいフラワーアレンジメントを生けてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
スモークツリーのアレンジメントが完成しました。ギガンジウムは螺旋階段のような、リズミカルな配置をしておりまして、こちらの送られるかという葉っぱなんですが、とてもまっすぐにスラッと伸びているんですが、葉先が、ちょっとこうふんわりこう柔らかい曲線があるといいますか、ちょっとこううねってたりとかして動きのある葉っぱなんですけども、その、葉っぱの魅力を引き出した生け方と、あとこちらのように葉先を折って、アレンジしたところと、2つの葉っぱの使い方をすることによってアレンジメントに動きを出してみました。ブーケットパフュームではこのように1メートルを超す大きいフラワーアレンジメントの基本を学べるレッスンをしております。ホームページそして LINE 公式アカウント、こちらの動画の概要のところに、ご紹介しておりますので、ぜひご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。